直接観測での世界の観測史上最低気温の記録を保持しているボストーク基地南極大陸でのボストーク基地の位置直接地上で観測された世界の最低気温記録は摂取89.2度で1983年7月21日に南極大陸にあるソビート連邦のボストーク基地で記録された2010年8月10日 人工衛星により、摂氏93.2度の地表面温度が、ドーム A とドーム F の間の標高3900メートルの尾根、南位81度48分統計59度18分、南位81.8度統計59.3度、マイナス81.859.3の地点で記録された。この結果は2013年12月にサンフランシスコで行われた。 アメリカ地球物理学連合の第46回年齢会合で報告され、これは暫定値で海底の対象となりうるとされた。1983年の記録と異なり、地上の温度計ではなく人工衛星からのリモートセンシングで測定されたものであるので、この記録は世界の最低気温記録に位置づけられていない。この記録は氷の表面の温度を測定したのに対し、 ボストーク基地の記録は氷の上の空気の温度を測定したものであるので、両者は直接比較できない。その後の研究で南極高原の多くの場所で地表面温度が約摂氏98度まで下がることが示された。地表面近くでの極めて強い温度の低下により、地表面近くの空気の温度は摂氏94度ほどとなる。1838年1月21日。 ロシア帝国の商人、ニベロフは、ヤクーツクで摂氏60度を観測した。1885年1月15日、エイチワイルドは、ベルホヤンスクで摂氏68度が記録されたことを報告した。その後、1892年2月には、同じ場所で摂氏69.8度の気温が観測されたことが報告された。さらに、 ソビエト連邦の研究者が1933年2月にベルホヤンスクの南東約 650km にあるオイミアコンで摂氏67.7度が観測されたことを報告した。この記録は1940年代の間にソビエト連邦の文献で世界の最低気温記録として報告され、ベルホヤンスクの記録は訴求して摂氏67.6度と訂正された。 次の信頼できる観測は1957年に南極大陸のアムンゼンスコット基地で行われ5月11日に摂取73.6度9月17日に摂取74.5度が観測されたその後1960年8月24日に南極高原にあるソビエト連邦のボストーク基地で摂取88.3度が記録されたこの記録は 1983年7月21日にボストーク基地で摂取89.2度が記録されるまで世界の最低気温記録であった。1983年の記録は直接観測の気温としては現在でも世界の最低気温記録である。ありがとうございます。